こんにちは、マスターピストの中瀬です。今日は今更来てないピストの停止と発進の方法をレクチャーします。まずはブレーキレバーを使う方法。まずは足がレギュラーポジションに来たところでブレーキングをします。で、左足をつく。で、発進はブレーキを外してそのままレギュラーポジションに来たところでブレーキングをします。で、左足をつく。で、発進はブレーキを外してそのまま次はバックを踏んで停止する方法。で、バックを踏んで停車します。で、サドル持ち上げてレギュラーポジションに持ってきてスタート。で、バックを踏んで停車します。で、サドル持ち上げてレギュラーポジションに持ってきてスタート。で、サドル持ち上げなくってストラップで引き上げてスタート。次はスタンディングで減速して発進。走ってきてバックを踏んでスタンディングで、そこからレギュラーポジションになって踏んで走ります。次は小突きで減速して発進。で、小突きでスタンディングで、そこから次はロンスキで減速して発進。ロンスキ止めてから半回転させてレギュラーポジションに持ってきてスタート。次はミッドスキットで減速して発進。半回転させてレギュラーポジションからスタート。今日はピストの停止の方法と発進の方法をいくつか紹介しました。ただこれだけではないので、自分のやりやすい方法を見つけてトライしてみてください。最後まで見てくれてありがとう。気に入ってくれたらチャンネル登録お願いします。